いよいよ残すは韓国のキム・ヨナとこの人になりました、フランスの23歳アンヌ・ソフィー・カルベス。ショートプログラム、曲はフィーバー。カルベス選手も3回転3回転のコンビネーションを持っていく予定にしてますよ。さあ最初のジャンプはどうだ。トリプルトーループ、トリプルトーループ3回転3回転成功。やっぱり3回転3回転が決まるとやっぱりレベル的に評価されますからね。地元フランス、そのフランスのトップレベルを長年維持してきているベテランになりました23歳。このフランス大会は4年連続5度目の登場になります。ああここのジャンプもトリプルループでしたが、まあ、ちょっと両足でランニングしたような気がします。ジャズのゆったりとしたムード、そしてそのテンポを、ただしかし23歳、大人の魅力で表現をしていくカールです。スパイラルです。フランスの選手といいますと今男子ではすごくにぎわってますけど、なかなか今女子のレベルはちょっと、ないなという印象の中で頑張ってますよね。確かに今回のフランス大会にも出場しています、はい、男子のジュベールあるいはプロベール、女子の場合は今回のフランス大会は安藤が現在トップ、ロシェットがいて、さらには世界チャンピオンマイズナー。まあただしかしそうした選手たちにどこまでこう売り上げていけるのか。このカルベツと残すはキム・ヨナの2人だけになりました。最後のジャンプです。踏ん張りました。この入り方もバックエントランスって言って、右足から入るコンビネーションスピンですね、そして左足に変えます。レベルが少しずつ難しくなってます。さあこのフランスのカルベツはどんな順位にどこに入ってくるか。安藤美姫がトップです。2位にカナダのロシェット、3位に世界チャンピオンのマイズナー、残すはこの人と韓国のキム・ヨナです。トリプルトーループ3回転ルスコーテクニック。果たしてカルベズは何位に入ってくるか。現在トップは安藤美姫、2位にカナダ大会チャンピオンロシェット、3位世界チャンピオンマイズナー。カルベズの得点、テクニカルエレメンツ 28.16、 演技構成点は 22.80。 さあ残すはあと韓国の16歳、奇妙な1人ですが、カルベズは現時点で安藤、ロシェット、マイズナーに次ぐ第4位。さあ